メフメトヘテマイは、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、スケンデライ出身のサッカー選手。フィンランド代表、元コソボ代表。ポジションは DF、MF。兄のペルパリムヘテマイもフィンランド代表のサッカー選手である。コソボ系アルバニア人の家に生まれ、1992年にフィンランドに移住した。当初はオールに在住していたが、父親が、 ズダ持ちであったため、温暖な気候を求めて、ヘルシンキへと移住した。1996年に、HJK ヘルシンキの下部組織に入団、2005年に空、ルビレインのトップチーム昇格。2006年に、HJK に復帰し、翌2007年にかけて17試合に出場した。2007シーズンは FC、ビーキンギトにレンタル一席して9試合に出場した。 2008年にはギリシャのパニオニオス FC に移籍。2009年6月にはイタリアセリエ B の UC アルビーノレフフェニレンタル移籍。ここでレギュラーの座をつかんだ。2010年6月にアルビーノレフフェニ4年契約で完全移籍。2012年7月にはセリエ B のレチーナカルチョにレンタル移籍。2012から13シーズン終了後、レンタル期間が終了し、 アルビーノ・レッフェに復帰。2014年1月には、同年8月までの契約でベイカウスリーガの FC 本家にレンタル遺跡、久々のフィンランド復帰となった。同年7月には、SSD モンツァ1912にレンタル遺跡。2015年に、聖なエンヤルカパロケルホに移籍した。兄のペルパリムと共に、フィンランド U-21 代表に招集され、 UEFAU-21 欧州選手権2009に出場した。2009年2月、日本代表戦で兄と同時に、フィンランド A 代表初出場。アルビーノレフェーでの活躍によって2010年5月21日のエストニア代表戦にも出場した。2014年5月には新たに承認されたコソボ代表に招集され、トルコ代表との親善試合に臨んだ。 この試合は国際サッカー連盟の認める国際試合ではなかった。そのためフィンランド代表としての出場権利は失っておらず、2016年1月には再びフィンランド代表としてアイスランド代表戦に出場した。2017年6月7日のリヒテンシュタイン代表との親善試合でフィンランド代表初得点を挙げた。ありがとうございます。